日清焼きそば誘拐王とは、日清食品が製造、販売する、カップ焼きそば、およびカップ汁なし中華麺の商品名。1976年5月に発売され、味付けやパッケージ、サイズなどで多様化し、海外でも販売されているシリーズ商品となっている。代表的な円盤状パッケージのサイズは、直径が 18.0cm、高さが約 4.8cm。 日本初の皿型カップ麺である。1991年から販売されている大盛りは角型容器。商品名の由来は、うまい、太い、大きいの略。蒸気の理由以外に、空飛ぶ円盤を思わせる形状もあって、当時の社長が試作品の蓋を開けるときに飛ばしてしまったことや、命名や広告、宣伝では、未確認飛行物体の略称である UFO が意識されている。 パッケージには小さく、アナイデンタファイドフライングオブジェクトと書かれてあり、中国語圏向けには、非、チャーメンという文言を添えて、生産、販売されている。また宇宙人の乗り物として、UFO を描いたキャンペーンも展開されている。2010年より、本製品と他社製品とのコラボレーションが行われている。以前、日清食品は、ソース材料の生産を、長らく、 お好み焼き用や、たこ焼き用のソースで知られる、広島県のソースメーカーオタフクソースに依頼していた。しかし、オタフクソースが、新潟県付近限定の消費者向け焼きそばのソース生産を始めたため、競合となるのを理由として、オタフクソースとの業務提携を解除。オタフクソースに生産を依頼している、ソースレシピを日清食品があらかじめ持っていたため、 自社もしくは他のソース製造会社に持ち込めば生産可能と踏んだためだった。しかし契約解除後、他のソース製造会社にレシピを持ち込んだが味がうまく再現できなかった。また、ソースの生産元が変わったこと、味が変わったことをあらかじめ消費者に周知していなかった。その後、日清食品はさらに美味しくなりましたという告知をした。後に、おたふくソースは 同業他社である産業食品とのコラボレーションによる商品、札幌一番おたふくお好みソース焼きそばを発売している。2009年3月のリニューアルで麺が大幅に改良された。同社のどんべい、そばシリーズと同様の特殊製法が用いられた、ストレート油揚げ麺が採用された。2012年にはそば飯、タイプのカップライス、日清焼きそば有う用そば飯が、 発売開始された豚骨焼きラーメン風が数量限定で発売された。2016年3月31日、アメトー屋内にて梅宮達夫が全役をこなしたエクストリーム。変のセルフパロディ CM エクストリーム。変リメイク版が放送され、その終盤で日産自動車と日清食品が共産のものづくり体験アトラクショングッジョバ。 の会場である読売ランドにて、翌4月1日に、日産焼きそば、USO が先着400食限定で、無料配布されることが告知された。その日の4月1日には、日産自動車、日銭との3社共同による、エイプリルフール企画で、日産自動車と日清食品が共同で開発した飛行物体、日産焼きそば、USO 号が、日清食品ホールディングス、 新宿本社から発信したが、目的地である日産自動車横浜本社ではなく、福井県荒市の日産福井ロジスティクスセンターに、不時着したことを報じるフェイクニュース番組風のパロディ動画が特設サイトにて、公開された。また日産が制作したコラボ T シャツが4月1日の、語呂合わせである41名限定で、プレゼントされた。同年5月9日には、 発売40周年記念商品として、日清焼きそばゆうかい王国部と豚ガリペッパーが同月30日には発売40周年記念第2弾として、日清焼きそばゆうかい大わさびマヨ焼きそばが3度目の復刻で全国発売された。また、日清食品は2011年より神宮外苑花火大会のスポンサー協賛の一社に加わっており、 花火大会来場者に製品が無料でプレゼントされる。なお、2016年と2017年には神宮外苑花火大会限定の特別パッケージを制作して配布された。ありがとうございます。